どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら。袋の状態のまま、これ110円ですみたいな紹介してるじゃないですか。あの動画消しちゃったんですよね。これほんともうさ、最近なんかデータ間違えて消すみたいなのが多くて、ちょっとね、ダメですね。信用性を失いますよね。ほんと、すいませんでした。データ消しちゃいました。はい。なんで、もう袋を開けちゃった状態から始めるんですが、一応お伝えしておきますが、こちら110円です。はい。コズミックスイッチね。はい。ちゃんとね、蓋も欠品なしでついてたんですよね。はい。そして、もう一個ね、ちょっと忘れてたのが、こちらの10番と20番のデラックスのアストロスイッチもね、付属してたんですよ。コズミックスイッチでね、110円の。だから実質、10番と20番と40番のスイッチが3つで110円っていう、とんでもないですよね。で、まあ2つともね、状態もめちゃくちゃ良くて、特に稼働とかにも問題はないので、本当にめちゃくちゃいいです。はい。この2つはもう音声確認等は省きますね。2つ目もこちら、なんと、この2つセットで110円なんですよ。やばいよね。はい、こんな感じ。モバイルやつなんですけど、なんだっけ、レジェンドモバイルやつだっけ。とりあえずじゃあモバイルやつから見ていきましょう。もうね、ざーっと状態見るとこんな感じなんですけど、使用感のある感じで、まあ一般的な中古の見た目って感じなんですよね。はい。まあ塗装剥げとか傷とか汚れは、まあ一般的な中古の見た目な感じなんで普通です。中はね、結構綺麗なんですよね。はい。塗装剥げとか汚れ傷がほとんどないんですよね。これはね、すごいなって思いましたね。はい。で、プリント剥げとかもね、全くないです。ボタンの。はい。結構ね、綺麗ですね。レンジャーキーですね。こちら、ゴセイジャーのイエローのレンジャーキーがついてましたね。名前なんだったっけな？俺、ゴセイジャー見てたんだけどな。で、鍵のモードにするとこんな感じ。いや、いいよね、ほんと。この鍵のモードにするのほんと好きだわ。で、これをここに挿して、豪快チェンジ。これで、豪快チェンジできるという、っていうおもちゃなんですけども、とりあえず一回ね、電池もね、入りっぱなしだったんで、このまま音声確認していきたいと思います。まあ、ボタンいっぱい押せるよっていう。こんな感じですね。音声確認ね、してみたいと思いますが、なんとね、付属しているやつは本当は赤レッドっていうね、レンジャーキーなんですけど、さすがにね、それはついてなかったんですけどね。ではね、こちらね、付属していたレンジャーキーを使って音声確認していきましょう。はい。はい。見ての通り、誤認識が激しいです。一通りね、他の戦隊のレンジャーキーとか試してみたんですけど、もうね、ほとんど遊べない。全く遊べないと思ってて、レジェンドモバイルやつのいいところって、確かこのね、ゴーバスターズのレンジャーキーが、ちゃんと、認識するんですよね。なんでね、とりあえずゴーバスターズのね、レンジャーキー読み込ませてみようと思ったんで、それちょっとやってみましょう。まあ、ゴーバスターズなんなかったらもうちょっと残念だよね。まあ、110円なんでね、まだ全然いいんですけど。はい。ゴーバスターズだけなぜかちゃんと鳴るっていうね。これ不思議だよね。なんでだろうな。で、これでここのね、エンターキーを押すとそういう音声も鳴ります。ちょっとね、豪快レッドのレンジャーキーも最後やってみたいと思います。これできるかな？これできたら嬉しいけどね。はい、豪快ジャーとゴーバスターズは鳴るみたいです。ただ、その他レンジャーキーは一切誤認識で正しい音声が鳴らないっていうね。これは本当に、やばいね。よかった、逆にこれが100円で。ちなみにね、従来の普通のモバイルやつとね、見比べてみると、こんな感じで、色がね、反転してる感じなんですよね。金だったところが銀になってたりとか、銀だったところが金になってたりとか、そういう
色の違いがあるんですよね。で、閉じた状態にすると、まあこれはこれで全く違いますね。真ん中のここのブルーの部分が全く違います。はい、そもそもゴーカイジャーのね、この海賊マークがなかったりとかね。はい、こんな感じ。はい、では最後はこちらのコズミックスイッチ見ていきましょう。全体的にね、使用感ありな見た目になってて、こちらもまあ中古のおもちゃって感じの見た目ですね。シールが剥がされたりとか、擦り傷、引っかき傷があったりとか、そういうのは全然ないので、結構ね、綺麗なんですよね、シールとかはね。目立った傷とか汚れとかはないですね。はい。で、スイッチも動きますし、ちゃんとね、ここの稼働もできます、ね。はい。上のスイッチもね、押すことができますね。はい。ここ押すと戻る。とりあえずね、電池入れてきたので、音声確認もしていきましょう。うわ、かっこいい。子供、こういうの好きだよね。もう、俺も好きだった。はい、こんな感じで劇中再現もできると。で、このね、グッバイってなった後にもう一回スイッチを押すと、はい、こんな感じで、なんかもう使えない感じのね、音声が鳴ると。ビリビリビリみたいな感じの。いいね、これかっこいいな。子供心くすぐるよね。もうなんかシステムエラー的な感じの音声めっちゃ好きじゃん。ちっちゃい子とかね。これをね、上にカチャッと戻すと、ってなって、最初の状態にね、またリセットされます。ではね、こちらのフォーゼドライバーを使って、コズミックスイッチの編集音の確認していきたいと思います。かっけー。めちゃくちゃかっこいい。確かこれね、必殺音とかはね、なかったはずなんですよね。なんだっけ、バリズンソードだったっけ、あれを使わないと必殺音とかそういう系統の音声は楽しめないはずだった気がする。はい、レバーをね、こう引いてもこういう音声しかなりません。本体からはね、コズミックスイッチ関連の音声は特にはないですね。共通音声です。はい、今回紹介したのはこちらの中古玩具でした。では、次の動画まで。さらばじゃ。